田村大跡推定地田村大は、平城京左京四条二坊の東半分にあったと推定されている藤原南家の邸宅。大長大臣になった藤原中丸が居住していたことで知られている。天平商法四年に、東大寺で開かれた大仏の海岸供養に赴いた、高賢天皇が、その帰りに中丸の田村大を訪れたことが、俗に本気に記されている。その後、 中丸を和邸内に住まわせていた王様を天皇の位につけることに成功し、ここは純任天皇の利休に準じて扱われて、田村宮とも称された。藤原中丸の乱を一時摂取されて、田村旧宮,宮として利用されていたが、関武天皇の時代には中丸の老いにあたる藤原忠志公に返還され、関武天皇が行行行したことが俗に本気に記されている。 平安時代の演技2年に作成された、聖武天皇以来の東大事情とされている田村署に関する大乗官府の中で、田村署の土地の場所とともに、ここが田村台の跡地の並びにあったことが記されており、所在地を推定することができる。なお、現在地と見られている奈良市市場王子付近からは、古代の邸宅の遺構が発掘されており、田村台との関係が指摘されている。 なお、俗日本記延暦元年11月19日上によれば、田村高級には、今木大臣が祀られていたことが知られる。この、田村高級は、田村大の後ろ身と見られるが、今木神の創始時期は明らかでない。後に今木神は、平安京戦都に伴って、山城国に移され、現在の平野神社の主祭神となっている。ありがとうございます。